そんな私が今、うん、はい、なんとなんとなんだろうな、もうこのゆるゆる加減、うん、まだまだなんですけどね。いやでもはしゃぎしてますよね、マスターコースしてます。キャピキャピしてます。キャピキャピしてますよ。マジか。はい、してます。どう外から見てどんな感じ。ジェニーさんね、可愛いな。やだやだ、もう言って言って言って可愛いんですよ。マジで。ちょっと赤くなってない。あ、なってます。何ですかそのピュアな。ね、ピュアな。ちょっとね、再婚頑張ろうと思って。大事。いやなんかうすちゃんとかさ、すごくすごく素直にこう出してるじゃない。なんかそうですかね、うん、すごいね、すごいすごい羨ましい。ありがとうございます。それを私はすごい学ばせていただきたくて。あ、でもね、ジェニーさんがそのマスターコースで一緒にやってる時に、うんうん、やっぱりすごいね、なんかその自分が拗ねてるっていうところも出してくださるじゃないですか。そうなの、そうなで、キャピキャピも出してくださるじゃないですか。なんかね、全部出してくれてる感じがすごいですよね。すごいんです、すごいんです。すごいですよね。そう、なんかね、うん、昔は多分拗ねてるのを隠していて、心が広いんだよみたいな、うんうんうん、器私大きいよ、そんな小さなこと気にしてないわってやってたのね。やってたやつ、やるやる、ね、やりますね。でもそのマスターコースっていうその、うん、カウンセリングのスクールなんですけど、うん、7ヶ月間あって、うんうん、で、14日間を、うん、そのスクール生と受講生と共にするのですが、もうね、嘘つけないんですよ、うんうん、もうね、ね、つけないよね。ね、なんかね、なんだろうね、そうですよね。あの場所はね、ね、そういう場所ですよね。ね、真剣勝負ですよね。ね、なんだろうね。なんか私は本当にそこで自分の人生を取り戻したので、うん、あ、楽しいんじゃん、生きててみたいな。そう、そこ。私あそこ行かなかったらまだ拗ねてたな。ねえ、楽しくないですもんね、拗ねてるとね。なんかこう、いつも怒ってるよね。ね、そう、もっとあなたたちちゃんとしなさいよみたいな、うんうんうん、ね、なんだろうね、見張ってるというか、うんうんうん、私ばっかりこんなに頑張ってるじゃないのっていう。でも楽しいふりみたいな、ふりみたいな、幸せなふりね、そうなんですよ。何も問題ないの。そうなんです、ね、やっちゃって言って、やっちゃってやってましたね。私は問題ないんですけど、うん、あの人が問題なんですってね、うんうん、やってたね、やってましたね。口だけは達者になっていくんですね。そうで、分析とかも上手じゃない。 ね、きっとなんか問題あるわよみたいなね。こんなこと言ってたもんね。ね、なんでしょうね。でもやっぱジェニーさんが真剣にこう関わってくださるから、うん、なんかもうあの場所がみんなね、みんな真剣勝負の場所になりますよね。ね、うん、なる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 。いやけどね、多分ね、それ私多分陣之助さんに教わった、うん、陣之助さんだって初日からお前出て行け、博多に帰ってしまえよ、私お金払ってきたんですけどみたいな、出て行くならあんたが出て行きなさいよって。すごいですよね、その話ね。すごい喧嘩した。うーん、なんかなんだろうな、私喧嘩できない人で、うん、喧嘩できないから、本音を言えないからもうシャッター下ろしちゃう、うんうんうん、もう縁切っちゃう、うんうん、Facebook ブロックみたいな、うんうん、なんかね、さっさと切ってしまってたんですけど、一緒一緒ね、なんか